今日は、まあ、食べ物というか、まあ、天候について話そうと思っていて、食べ物っていうと昔ってすごいね、王様とか偉い人とかって言ったら、まあ、体がね大きい人っていうイメージが多かったんですけど、最近全然そうじゃないらしいですよね。いっぱい食べる人がお金持ちというよりかは、より健康的な、まあ、無農薬とかオーガニックなものを食べる人が、まあ、お金持ちに多いので、どっちかというともう体がシュッとしてる人の方がお金持ちに多くて、僕人生でマックスの体重だったのが53キロなんですよ。172、3センチで、まあ、50キロ前後っていうのは、まあ、かなり痩せてる方かなと思うんですけど、私の体重10キロ上げたい。僕もね、太りたくても太れないっていうね、逆の悩みがあって、60キロぐらいあったらな、逆に服とかももうちょっといい感じに似合う服あるんじゃないかなと、筋肉つけたいなとは思ってるんですけど、まあ、なので、まあ、運動っていうのも結構大事ですよね。で、運動っていうと、まあ、東京とかだとやっぱりジムに通わなきゃいけないじゃないですか。で、ジムに通うのっていうのは、まあ、それなりにお金がかかることなので、それもやっぱりね、お金持ちの人ほどジムに行くから体がこうムキムキだったりする。で、まあ、今世の中で、まあ、安い食べ物って何かって言われたら、まあ、ハンバーガーですよね。まあ、マクドナルドのハンバーガーってのは100円とか200円とかでも食べれるし、まあ、ポテトとかも安いと思います。他にもカップラーメンだったり冷凍食品、まあ、あとは牛丼だったり、お菓子とかっていうのも200円とかで、まあ、いっぱい袋の中にお菓子入ってますから、あれも安い食べ物に入ると思うんですよね。一人暮らししてると気づくんですけど、野菜って高いんですよね。野菜もそうだし、お肉もそうだし、お魚もそうだし、それを料理するためにいろんな鍋とかね、まあ、包丁とか、まあ、いろんなものが必要になってくるんですよ。それってね、やっぱ一人暮らしやってるとなかなかそういうものを買おうと思わないので、コストがかかるわけです。それに、まあ、運動するためには、もしくは自炊するためには、自炊する時間が必要なので、十何時間も働いてる人っていうのはやっぱり自炊する体力も時間もないわけですね。寝る時間を決められるかっていうのも健康にとってすごく大事で、まあ、毎日不規則な生活してるとやっぱり健康っていうのは崩れていくので、そういうのを考えていくと、全部を完璧に現代でこなせる人っていうのは、まあ、富裕層の中でもかなりこう時間的にも余裕があるような、まあ、もしくは、まあ、まあ、家族がいて配偶者の方が作ってくださるみたいな、そういう状況じゃないと、ということで、食費の平均、男性が日本人だと1ヶ月4万4466円で、女性が3万6729円。僕は多分2、3万ですね。2万ぐらいかもしれないです、下手すると。まあ、そんぐらい僕食べないし、あと僕スーパーで買い物するんで、コンビニのご飯も食べないっていうのも あるので、でもね、僕お酒は飲まないんですよ。飲まないっていうか、昔はすごい飲んでたんですけど、コロナが始まって、ここ、まあ、2、3年はもうめっきり飲まなくなったので、それでもう睡眠とかも結構良くなって、今はお酒飲みたいななんて思うこともほとんどなくなりましたね。まあ、そういう食べ物の話になってくると、野菜って遺伝子組み換えとかね、ゲノム編集とか最近聞いたことないですか。まあ、他にも魚だったり牛だったり、いろんなところに出てきているんですけど、もし僕が陰謀論をだけを話す人であれば、食べちゃいけませんよって言うと思います。だけど僕は割と情報を調べるときにいろいろ調べるので、こう A という意見を言っている人と B という意見を言っている人の本を、まあ、2冊ずつぐらい読ん で YouTube とかで、まあ、それぞれの意見を言っている人と見るので、そうするとさすがに遺伝子組み換えはね、正直ちょっと怖いところあるんですけども、ゲノム編集によって生まれる食べ物というか作物に対しては食べちゃいけませんっていう根拠はちょっと僕にはないっていう状態なんですね。有名な、まあ、モンサントっていう会社があって、まあ、その会社は、まあ、農薬とか除草剤とか売ったりしていて、結構、まあ、後でね、もうちょっとちゃんと話すんですけど、まあ、都市伝説的に言うと、まあ、すごい、まあ、世界を牛耳ってるやばい会社だっていう話もすることはできるんですが、まあ、一方で今モンサントっていう会社はないんですよ。バイエルンっていう会社にモンサントって会社って買収されてるんですよ。そういうこと考えると、モンサントは最強なのかっていうのもちょっと微妙な部分があって、ただですね、一方日本モンサント社っていう、その本当のモンサント社とのなんか系列の日本支部みたいな会社はまだ日本にある。
で日本モノさんとしては日本の会社なのか海外の会社と言うべきなのかとかね、添加物ってどうなんだろう、悪いって言われてるけど、もうそうね、添加物入ってる食べ物は本当はね、まあ、食べない方がいいけど、でもそうもいかないですよね、もはやこの時代において。遺伝子組み換え食品がなんで良くないと言われているかっていうと、遺伝子、つまり DNA って何かっていうと、 DNA っていうのは自己を複製する機能であり、タンパク質を生み出す場所なんですよね。タンパク質を生み出すんですが、タンパク質にもいろんな種類があって、遺伝子組み換えした食品のに含まれるタンパク質っていうのが実は人体に影響を及ぼすものなんじゃないかって言われていて、で、まあ、正直そこに関してはそういったものが世に広まってからの時間がまだあまり経ってないので、実際のところどうなのかっていうのは正直は明確には分かってないです。 YouTube の僕タイトルを何が正しいかは分からないっていうタイトルにしたんですけど、まあ、その心は今、まあ、世の中で、まあ、戦争が起きていて、正直何が正しいのってみんな思ってると思うんですね。まあ何についても言えると思うんですよ。例えばコロナでマスクをいつまでつけているのって僕は正直思っちゃうけど、でもそれが絶対的に正しいなんて僕はさすがに言えないです。でどんな科学者が言ったところでそれが正しいとも限らないし、今日ね、日本医師会っていうところの会長がなんかコロナが収束するまでマスクは外さない方向でみたいなことをなんか明言したらしくて、まあ、まあそういう人もいるだろうなと思います。結局ね、何が正しいかって分かんないんですよね。遺伝子組み換え食品ってメリットもあるんですよ。例えば、環境問題とか食糧危機とか食糧問題に対してすごいねいいって言われてるんですけど、メディアリテラシーの話ではあるんですが、僕はツイッターってあんまり見ないというかあんまり好きではないんですけど、やっぱりどっちか A か B かってあったら A よりか B よりか、まあ、どっちかにしないと正直あんまり面白くないですよね、コンテンツとしては、うん、YouTube でもそうだと思うんですよ。やっぱり陰謀論っていうものを話していくからにはもうこれは悪だっていう風にしていかないといけないですし、でも真実っていうのは誰にもわからない。でそんな時に人間の中に何が生まれるのかっていうと、認知的不協和という言葉を聞いたことはあるでしょうか。認知的不協和って何かっていうと、僕がある種の何か信念を持っていたとして、これはこうなんだって何か確信を持った場合において、それと違う事実とか違うことを言われた時に、あれなんかおかしいぞと、俺が知ってる知識と他の人が言ってることが違うじゃないか、気持ち悪いんですよ、それが脳内に起きて。その時に何て言うかっていうと、そいつを悪だっていう風に人間は思うようにできてるんです。昔アメリカの、ね、何州だか忘れたんですけど、州の兵、その兵が学生を何人か射殺したっていう事件がありまして、その事件の時に兵隊たちっていうのはその人周りの人たちにものすごく尊敬されてたんですよね、その地域の人たちに。だからその人たちがそんな悪いことするはずがないんだ、その学生たちは殺されても仕方ない人たちだったんだっていう風に何の根拠もないのに言われたんですね。それって何かっていうと、人々にとって兵隊さんたちっていうのは尊敬されてたんですよね。で尊敬する人がそんな悪いことするわけないから、そこに整合性を取るためにはその学生たちが悪いやつだっていう風に思うほかなかった。終末論っていうものがありまして、まあ、何月何日とか2000何年に世界は滅ぶみたいな話があるじゃないですか。去年ぐらいもね、漫画で去年の8月に富士山が噴火するっていう漫画がすごい売れたりなんかして、 あの富士山のもう去年の8月何も起きなかったですよね。で、まあ、これまで起きた終末予言っていうのは全部何も起きなかったんですけどですね、ある新興宗教団体が何月何日に地球が滅ぶって言って、でその信者たちはそれを信じてたんですけど、その日に近づくにつれて、あれ滅ばないじゃんってなってくるじゃないですか。その当日になって結局滅びませんでしたってなった時に、その信者たちはなんて思うかっていうと、普通だったら話が違うじゃないかってなると思いきや、我々の思いでこの世界は救われたんだって思うことによってより信仰心が高まったっていう、そういう話があって、そういうものも外れようが、もし外れたってことを認めてしまうと、自分が今まで
言ってしまったこととかやってしまったことが間違ってたってことを認めることになるじゃないですか。だから人間っていうのはそれができなくて、基本的にその認知的不協和がその人の考えを改めるというか、あ、こっちが正しいんだなっていうふうに転ぶことはまずないって言われてます。何が正しいかって結局分かりませんと、僕も分からないし、ポジションそのポジションを取っちゃったらもうそっから動けないというか、昔の自分を否定できないし、間違ってましたって謝れないし、だから日本人もさ、今マスクつけてるけど、今更もうマスクいらなくないとかって言ったら、じゃあ今までつけてたの何だったんだよとかって話になって、要は今まで自分がかけてきたもの、マスク買うためにとか、マスクつけてちょっと苦しいななんて思ったりしながら我慢してた努力が無駄になるのでっていうので変えられないんですよ。人間を支配するために必要なものってやっぱり食料を抑えることと、現代だったらエネルギーを抑えることで、なんかロシアが今こういう状況の中、みんなロシアに強気に出れないのはやっぱりロシアっていうのがエネルギーを、天然ガスを抑えてるからっていうことがあると思うんですね。結局人間が生活していくために必要なものっていうのを他国に握られるっていうのは、まあかなり危機的な状況なんですけど、でモンサントって会社、これまでどんなことをしてきたかっていうと、農家の人にとって一番大変なことって雑草とか害虫を駆除することなんですよ。それをなんとかするためには農薬とか除草剤とかを使うしかないですよね。でも除草剤とかってその作物も傷つけてしまう。じゃあどうすればいいかっていうと、その除草剤に強いその野菜を作ればいいんですよ。遺伝子を農薬とかに対して耐性のある野菜の種を作って、それを販売すると。そうすることでその種も売れるし、農薬とか除草剤もどっちも売れますよねっていう、で遺伝子組み換え食品を売ってるっていうのが、モンサント社って会社なんですけど、で面白いのはアメリカでものすごい数裁判されてるんですね。っていうのは、最近だと去年の5月14日にラウンドアップっていう除草剤を何十年か使い続けた結果がんになっちゃった男性っていうのが裁判を起こして、モンサントが負けて、でこの、負けた裁判って2回目で、1審で91億で2審で27億の賠償金がの命令が出て、で今上告したんですけど、でこういった裁判がモンサントに関しても絶えなくて、2018年には316億かな、でその裁判も結局20億4000万の支払いになりまして、2020年なんですけど、モンサントがその裁判をなんていうの、起こされた件数っていうのが、起こされてる今件数っていうのが12万5千件なんですよ。その会社の農薬とか除草剤って海外だとそりゃやばいって言われてるんですが、日本では安全なものとして売られてるんですよ、不思議なことにね。次回のゲストを紹介して終わろうかなと思うんですけど、次回のニコニコが5月26日木曜日で、ゲストが馬面ビデオのベーコンさんに来ていただくことになりました。では今回の、ミルクティーの裏側の世界、無料分はここまでということで、よろしければ、会員登録、ニコニコの会員登録していただけると続き見れます。ということで、じゃあバイバーイ。